こんにちは。こんにちは。日本障害者。日本なんですか。障害者アルペンスキーチーム。はい。森大義です。はい。そうです。私は JPC の安岡です。今日モデレーターを務めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。早速ですが、今日、はい、いい結果が出ました。どうぞ報告をお願いします。はい、今日、スーパー大回転という競技なんですけれども、で、2位になることができました。よかった、本当に。どうですか。そうですね、ほど嬉しく思っているのとですね、やっぱり悔しい部分もあるんですけれども、うん、本当にあのバーンがすごく難しい状況だったので、本当に下まで滑り降りてこれてよかったっていう感じが。いや、本当になんかもう途中で、どん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 皆さんこう、うまくいかないっていうかね、あの最後の直前こう見えてくると、最初の鬼門のところでちょっとクラってなって、次のところでザーって転ぶっていう選手が続出していたので、もう下にみんなでこうやって待ってたんですよ。僕も本当によかった。もうあの酸素機能がすごく荒れていたので、そこの部分でまず失敗したくないなと思ってちょっと回避しながら滑ったりだとか、あとはやっぱりすごくバンピーなコースだったので、そこに対してどう板を使うかっていうところがすごく課題なんですけど、いや、よかったです。おめでとうございました。はい、でも、昨日転倒してから、そうですね。今日立て直すまでってこうどんな感じですか？いや、そうですね。昨日転倒、ダウンヒルの転倒して、うん、で、正直首と背中と、あと、左肩の方をちょっと痛めてしまっていて、正直昨日痛くて目が覚めたのが朝の3時だったんですよ。そこから正直ちょっと眠れなくて、今日迎えたんですけど、はい、ただ一つだけ良かったなと思うのが、痛めたことによって、そのレースの緊張感ではなくて、その痛みとの戦いになったので、そういったところがすごく良かったのかなと。なんかでもそうやってこう切り替えられるっていうのは、最終的にその気持ちの強さのところで、だってもう一回転んだらそれをいくらでも言い訳にできるのに、はい、それをしないでこうちゃんと次につなげられたっていうのはすごいですね。そうですね。ただでも、転んでしまったり怪我をしたことによって、レースに出れないぐらいの大怪我があれば、もうそれは仕方もないことだと思うんですけど、そうでなければ、やっぱりできる限り自分の前にあるものに対して、そのベストを尽くすのが僕のモットーといいますか、なので、はい、ベストを今日は尽くさせていただきました。なんかやっぱりこう、日の丸、今から上がるわけじゃないですか。ここ実は、この真裏がもうメダルプラザで、この、はい、そうなんです。このね、もう本当に壁一つ向こうで、はい、メダルセレモニーが行われる、はい、さっきからこう音がこうどんどん聞こえてきてるんですけど、はい、いかがですか、まずとりあえず。そうですね、トリノパラリンピックは2006年で、2010年が、バンコクパラリンピックですね。トリノパラリンピックは大回転で2位で、バンコクパラリンピックは、過去ダウンヒルで2位で、今回スーパー大回転で2位ということで、そろそろシルバーコレクターっていうのは間違いないなっていう。ただまあそうですね、表彰台に上がれるってことはすごくとっても喜ばしいことですし、光栄なことなので、はい、それは本当に嬉しく思っているんですけど、はい、ただまだ残りレースがあるので、なんとか表彰台の一番高いところに立てるように、はい、頑張りたいなと。そう、まだ始まって2日目ですもんね。そうですね、はい、あと何と何と。そうですね、目標としているのは、スーパーコンビ、あと大回転の2種目でなんとか頑張れればいいなという感じなんですけど、はい、いや、まだでも本命が残ってる感じなんですか。そうです、大回転がやっぱりすごく好きなので、うん、そこの部分では、はい、本当にそうですね、一つ、今回表彰台に上がることができたので、持って帰ることができたので、はい、あとはもう本当にそうですね、表彰台の一番上を目指して、もうフルスロットルで行くわけですね。私もよく知ってる陸上選手で、はい、本命の種目で、もう最初の種目で転倒して、はいはい、その次に、はい、別の種目で銀メダル取って、はい、最後金メダル取った人がいるんですよ。そうですか、はい、もうぜひ金まで頑張って持っててください。わかりました。なんかいろんな色のメダルがあると楽しいかもしれない。そうですね、はい、で本当に今アルペンチームの場合あれじゃないですか、すごく強くて、昨日で言えば加納明が1位 で、うん、で鈴木拓司は3位で、今日は加納明がまた1位 で僕は2位ということで、本当に今本当に世界最強チーム。そう、なんかどうにかしたらオン・ザ・ポディウムっていうか表彰台独占っていうのも、はい、もう夢じゃない感じになってきてますね、はい、しているので、なんとかそれをこの大会、この期間中に成し遂げられることができればいいなというふうに思います。そう、チェア3人もすでに
だって始まってまだ2日目なのにもう3人メダル取ってる感じですからね。そうですね。本当にすごい。はい、それが僕にとってもう本当最強のチームを作りたいというか、全然チームにしていきたいというのが僕の夢だったので、それが今少し形になってきているのかなというのがすごく嬉しく、はい、ありがとうございます。なんかそうやってこう次々にこういい成績が出てくると、はい、選手村の中で他の選手にもいい刺激になりますよね。そうですね。で、どん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 高め合って、あの日本チームの目標であるメダル10個、そのうち金メダルが3つを、獲得できれば、はい、団長にもそうですね、運命も保てると思うので、なんとか団長の顔を潰さないように選手を頑張りたいなと。なんかあんま気負わないで頑張っていただければと思うんですが、はい、ですね、はい、こうあれ今までこう走ってきた中で、はい、3番目までに入るとゴールした後に引っ込まないで、はい、次の選手ずっとこう下でこう待ってるじゃないですか。そうですね、はい、待ってますね。あの時どんな気持ちなんですか、ね、他の選手が滑るなんか早い話が遅ければいいけど、早い選手来ちゃったら自分はもう乗かなきゃいけないかもしれない、 そういう微妙な感じの立ち位置だと思うんですけど、はいはい、ですね、スポーツマンシップに乗っ取るんであれば、その他の選手 その頑張りというのを支えなければいけなくて、はい、で自分よりもいい成績を出せばその選手を支えなければいけないと思うんですけど、それは表向き、はい、ですね。で裏はですね、そうではなくて、どちらかというと他人から転んでくれたのが、そこで転んでる秋っていうのが実際は、はい、っていうのもあります。ちょっとあって、はい、だけど、ね、中でいい選手なんかがすごく頑張ってくれていると、やっぱり本当に心から、そうですね、はい、そっかそっか。いや今日でも最後まであそこにちゃんと残って、そうですね、表彰してもらってよかったですね。そうですね、なんとか、はい、もう残れたことに嬉しくすると思ってますし、はい、なんとか、そうですね、そのもっといいところです、真ん中でちょっと待ってるような感じになったいなと思います。今日本の選手3人ね、はい、鈴木選手と森君と森選手と、はい、加納選手と、はい、3人すごくやっぱりいいところで、はい、いいライバルで3人でみんなでこう向上していくって、そんな印象を持ってるんですけど、はい、どうですか、みんな仲いいんですよね。いや、もう本当にジャパンチームは本当に仲が良くて、本当遠征中なんかはベッドがすごくなんていうか、ぴったりくっついているというか、キングサイズのベッドで2人で寝たりだとか、はい、そうぐらい。でもうそうですね、今から 2,3 年前なんか一緒にトレーニングを夏場してる時なんかは、僕の家によく泊まりに行ってトレーニングしてたんですけど、僕のベッドがクイーンサイズですね。で、僕とアキラとタケシ、そのクイーンサイズのベッド一つに3人と。3人で川の字になって。はい、川の字で寝て。はい、本当に仲がいいですね。そうですね、夏の間も、もう、そうですね、週に1、2回は必ず会っていたり、川のアキラはもうちょっと遠い、大阪遠いんですけど、でも、夏の間、そのチェア付けのシートを作りに大阪に行ったりなんかすると、その間ずっと一緒に行ったりだとかするので、本当に、1年を通してもうずっと一緒にいる、ですね、もうそのチームメイトだったり、あとはそのライバルとかではなくて、本当に家族のような存在なので、はい、だからその彼らが僕にとってその、まあ、ライバルでもあるんですけど、そのいい成績を残せば僕自身も嬉しいですし、はい、っていうようなチームを、はい、目指してというか、はい、そういう意味ではチーム恵まれてますね。そうですね、こうなんかみんなでこう足こうやって引っ張り合っているチームもあるかもしれない。そういうのじゃなくて、ちゃんとみんなでこう、はい、そうですね、支え合えるというか、みんなで一緒に行こう、苦しい時はみんなで乗り越えていこうという、なんでもう、僕たちの場合、そのゴールしてもその無線だったりだとかっていうのも、その次の選手の気持ちになって、どういった無線を上げたら、次の選手が自分より早くすることができるんだろうっていうのを考えて、無線を上げるようにしているので、はい、それは素晴らしいですね。今回、ご家族をお見えになってるんですか。そうですね、うちの父と母が、はい、来ています。そうですか。なんかあんまりお父さんとお母さんに改めて自分の競技に対する気持ちとか言ったことなくないですか。はい、そうですね、よく話します。いや、特に競技についてはあんまり話さないで、まあ、頑張ってこいよ、頑張ってくるねみたいな。あ、なるほど、はい、なんかこの機会なのです。メッセージ残してこれ後からでも見れるので。いや、まあ、特に恥ずかしいかな。でも、うちの父親の母親は、まあ、そろそろ表彰台一番上に立ってた。ああ、なるほど、プレッシャーの感じで。じゃもう、大変なんだって言われるんで、ただ本当にそうですね、僕自身もやっぱり、シルバーコレクターではなくて、下で待っててね、そうですね、バクバクしてるんですね。ゴールドメダルが取れるように、はい、頑張りたいなと。なるほど。お父さん、お母さん、おお、ですね、今回、
あ、これどなたかからが出ない。あ、マキ。うん、あ、なんだ、ごめんなさい。お名前ちょっと読みませんでしたけど、はい、めっちゃ興奮しましたってコメントが今上がってましたね。ありがとうございます。もっと興奮していただけるようなレースを、はい、たくさんお見せできるようにしたいと思います。そうですね。これからもっと技術系の種目に入っていくんですよね。そうですね。技術系になってくると、先生、僕も、ジャイアントスラムという競技が得意なんですけど、まあ、秋田の秋田もそうですし、その他に鈴木武史、まあ、うちのチームでタケちゃんって言われてるんですけど、はい、本当に早いんですね。なので、今ここのところで一つまたチームに目標ができて、うん、全種目の表彰台の一番を取ったことは出さないっていう、はい、はい、今皆さんこう時差があるかもしれないって聞きましたか、皆さんこれどうなってるか楽しみ、そうですね、大会終わるときに、はい、なんとかその表彰台はもちろん1日も逃さず必ず取ろう、そうではなくて、1レースも逃さず、そのジャパンチームで表彰台の頭を抑えようというのは、今、新しい目標も掲げつつ、はい、今、チームに G1 となって頑張ってはいるんですけど、はい、田野明が2日連チャンネルそろそろトップ変わるみたいな、そんな。そうですね、まあ、変わって僕が1番でもいいんですけど、まあ、それはそれで、仕方のないことレースなので、なるほどです。そっか、じゃあもっともっともっとこうエキサイティングなレースを見せていただけるように、はい、期待してますので、はい、足大根もまた頑張ってください。体調気をつけて、選手村大丈夫ですか？乾燥とかしてないですか？はい、お風呂場びしゃびしゃにシャワーして、それが朝起きると乾いていて、なるほど、はい、その分、喉がちょっと潤って。なるほど。じゃあ、シャワービジョビジョにして毎晩寝ていただいて、はい、はい、なんか結構ホテルの方は乾燥しててみんな喉やられちゃってるんですよね、はい、じゃあどうぞ気をつけて頑張ってください、はい、じゃあ皆さん応援引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。